西成といえば八福神ご存知ですよね。これ全部で500円セットなんですよ。おー、来ました。ケイチです。西成せんべろシリーズ、今回は皆様に絶対におすすめしたいメニューがございます。500円セットですよ。お酒とつまみと、あとご飯と味噌汁もついてるという、このコスパ最高のセットを今回おすすめしたいというところで、緊急事態明けたっていうところも兼ねて皆様に再度ご紹介させていただきます。お店はこちら、西成といえば八福神、皆さんご存知ですよね。こちらのモーニング&ランチセット、11時から15時の間何度でも注文できるという、間違いなくおすすめで、前回私注文したのはこちらナポリタン。実はそう、前々回も注文したことがありまして、前々回は肉豆腐注文したんですけども、八福神の名物はね、やはりこのミックスホルモン、これもねおすすめしたいかなと思います。単品でねこう注文する動画が結構あるので、ね、今回はまあなしにしてですね、他ハラミちょっとね興味があるかなと思っておりますけども、ハラミとこのビールだから、もうあの生ビールもついて、プレモルですよ、チューハイ、麦、芋焼酎、ソフトドリンク、まあどれか一杯、まあとりあえず入ります。はい、あ、お願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。はい、モーニングランチの生ビールと、はい、ハラミ、ハラミでお願いします。ご飯、味噌汁はつけて大丈夫ですか。あ、お願いします。はい、お腹に余裕あったら何回でも。そうですよ、何回でも注文できるっていいですよね。あの飲む人ってご飯と味噌汁いりませんって言い張るんですけど、はい、単品でビールとメイン頼むよりか安くなるんで何回でも OK すごいコスパ最高ですよね。いや、八福神来たらまずあのこのカウンターもいいんですけども、この後ろにあるこのグッズを見ていただいたらね、なんかこうほっこりしますよ。で特にこうにゃんこが多いので、まあにゃんこ好きの方はねもうほっこりするんじゃないでしょうか。はい、どうぞ。 ありがとうございます。おー、来ました。キンキンに冷えてます。ではいただきます。冷たくて美味しいですね。あの泡凍ってました。もうこれも分かります、これ氷ですよ。これで、あのこちら魚日ってありますけども、これおすすめですよ。ピザとかああいうの好きな方は絶対おすすめします。ピザではないんですけども、魚肉ソーセージにチーズに特製ケチャップにで、まあいろいろ入ってるんですね。おつまみなんだけども、ご飯のおかずとしてもいけるかなと思ってます。待ってる間にメニュー、まあ、大概ね、こうラッキョとか私よく注文します。あ、レーズンバターもね注文したことありますね。はい、あ、ありがとうございます。また味噌汁すぐ持ってきます。うわ、来ました、ご飯。はい、どうぞ。あ、ありがとうございます。うわ、味噌汁、これ全部で500円セットなんですけども、このワンプレートだけでも500円超えてもいいぐらいの辛みの量で、しっかりとこのご飯のおかず&お酒のつまみになるこのキムチで、お肉ばっかり食べてはダメよっていうところで、このお野菜もしっかりと、まあ、健康おつまみプレーというところでしょうか。いやー、頭痛いぐらい冷たくて美味しい。泡のここ、さっきまで凍ってるところのリング、わかりますかね。これグラスが冷たいからこそ、まあ、このように残る。すいません、プレミアムモルツお願いします。はい、 ありがとうございます。もうちょっとキンキン、まずはハラミいただきます。柔らかくて美味しい。普通に焼肉屋さんで食べるハラミ、コスパがいいハラミって、ハラミのうまさがちょっとこうないようなイメージって持ってる私にとっては、普通に1人前800円とか1000円とか出てくるハラミ、もうそれが出てくるので、もうとんでもなくコスパ最高ですよね。で今ランチ時なのでめちゃくちゃお腹空いてます。じゃあご飯の上に乗っけますね。ご飯の上にどうよ。うん、Thank you.
いや本当美味しい、ご飯美味しいっていうか、ハラミにビールはもちろん、まあ、合いますけども、やっぱご飯のつまみとして美味しいですね。普通に美味しいので、じゃあやっぱりこうキムチ次いただきましょうか。キムチご飯、熱々の味噌汁、美味しい、うん、結構ね、具だくさんの味噌汁です。ハラミにこのタレをしっかりつけてご飯にバウンド、次はキムチを上にちょっとトッピング、これは幸せセット。今食べながらちょっと思ったんですけど、前々回ですかね、前々回にハラミは注文したと思います。動画的に被ってますけども、でもこのセットを一人でも多くに紹介したいっていう私の思いから、まあ、今回動画撮らさせていただいております。キムチとマヨネーズ、この焼肉のタレがあるおかげでこのレタス自体も絡めて一品になるというか、何でも一品にしてしまうと。このタレとレタスとこのマヨネーズ絡むじゃないですか、これね、マクドナルドのティレキバーガー、まさにその味。あと肉とバンズがあったら、本当その味に近いと思います。うん、ごちそうさまでした。美味しくいただきました。これ八九人のモーニングランチセット500円なんですけども、本当にコスパがいいです。お腹もいっぱいになりながら、まあ、つまみもありながら、まあ、アルコールいっぱいもつきながらと、まあ、このセットっていうのは人間のこう健康的な、まあ、食事の一つかなっていうか、まあ、人間が必要とされる栄養分がこの500円で摂取できるという、しかも美味しいと。こんな素晴らしい500円モーニングランチセットってありますか。だから皆さん、西成来た時は八九人でモーニングランチセット500円セットを注文して、そこではしご酒スタートっていうような感じで、まあ、ご利用していただけたらいいのかなって私は思います。ではしご酒じゃなくてモーニングランチセットを注文してから、そこからまた次もモーニングランチセットのご飯と味噌汁抜き、それをひたすら何回も何回も繰り返すことで八九人だけでベロベロになるっていうか、もうモーニングランチセットは何回注文してもいいので、毎回ご飯と味噌汁も注文してもいいっていうか、ただ15時までっていうところがありますから、だから1軒目にお勧めして、まあ、次の店はまあちょっとどっか、そういう1日のスケジュールを組んで西成に来るっていう一つの休日の楽しみ方っていうのはかなりいいですよね。ケチでしょ。このデザインはデザインです。あ、マスターがデザインされて、はい、デザインしました。ちょっと失礼します。ホミさん、これもここいいか、メダカっていうのはこんなに種類があるんですね。今60種類ぐらい、60種類ぐらいメダカがあるんですね。メダカ協会で登録されている新種っていうのが630。あ、これでもあの黒っていうと黒メダカとはまた違うんですね。また違うんです。それ真っ黒ですよね。こういうふうにするっていう作業で一番大変なことっていうのはどんなことですか。作業自体は水替えと餌やりと卵取り。あ、卵取り。水替えは近い仕事で、はい、卵取りも細かいんで、一個がすごいちっちゃいんで。これが卵を集めているところで、これ分かりやすいですね。あの右の方に透明の、ああ、ちょっとこうプツッとありますね。もう気泡みたいに、はい、あ、これが卵なんですね。そうなんです。卵の状態から何日ぐらいで孵化っていうか、2週間前後。あ、2週間前後で孵化して、水温によっても変わります。 あっちから生まれたのがこっちに稚魚、はいはい、あ、ちっちゃい
ちゃいメダカですね。欲しいってなった場合ってのはどこから購入できるんですか？基本は見学と対面、はい、普通の小売店じゃなくて、うん、じゃあこういうのでやってるっていうのを理解してもらった上での販売になるので、あだからあの中にはこのランクでこの金額おかしいんじゃないのってなる場合もあるから、うん、あくまで個人の主観で金額つけるから、うんうんうん、一般価格は例えば400円ですと、うち450円っていう交渉が入らないように、はい、あの基本的にうちはこういう施設になっているので、はい、この掲示している金額にはその利用者さんのお給料は含まれてますっていう説明を入れた上での販売があるから対面のみ。あ、なるほど。そしたらここのメダカを買う場合は、まあ、八富士に来てマスターにまずお声かけて、そこで実際ここに来て対面販売っていうところになるという流れです。その施設と比べてうちの場合はどっちかって言ったら、はい、あの黙々とやるっていうのがないんですよ。どうしてもよその就労施設で無言でみんなずっとやってたりとか、はい、多いんですけど、ここの場合は和気あい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 とやってるんで、自立支援なんで、はい、これって簡単に変えて簡単に増やせれるんですよ。まあ、極端な話、あの障害もたれててお仕事普段無理やっていう状態でもお家でメダカを増やしてネット販売っていうのが可能なんですよね、はい、でそこからの生活保護の減額であったりとか、はい、自立に向けてのものを売りたいするっていう訓練にお家でやってもらえるようにってできる、ちょっと新しい就労の形を取ろうと思ってるんですよ。あ、本来やったら就労施設っていうのでもただ紙を売るだけとか、はい、それ社会でどっかそれで雇ってくれるっていうことをやらされてるところが多いんですよ、うんうん、うちは自分で開業できるレベルっていうのを探して、例えば極端な話で言ったら YouTuber っていう職業も足動かなくてもやろうと思えばできるじゃないですか。でそれで収入得ることもできると思うし、実際収入得てる人もおると思うんですよ、はい、それをあの趣味として見るのか職業としてやっていきたいのかっていう部分で、うん、ハンデがあるから職業にしてみたいとか、はい、そういうのをちょっと育成していこうかなと思って、うん、さすがマスターですね。ぜひ皆さんもこのメダカ、まあ、どこでもメダカってあるんでしょうけども、どこで買うかっていうのはもうすごく大事かなと思っております。やっぱりこのマスターの信念っていうところありますので、ぜひメダカ欲しい方はあの八福神に来てマスターに会って対面ですけども、そこでメダカ買ってみてはいかがでしょうか。